街の明かりの数だけあるライフ、それぞれのストーリーが続いてゆく。暗い夜空に光る星座みたいに、夢と夢をつないでみよう。埃りかぶってた雪のかけら、振り払う動き出すその時は今。振り返れば ラストミッション、光と朝倉未来から投資を勝ち取れ。ルールは3つ。果たして勝つのはどちらのチームなのか。整いましたか？はい、大丈夫です。はい、それではチームレッドのプレゼンスタートです。それではチームレッドの事業プレゼンを始めさせていただきます。僕が皆さんに何を伝えたいか、それは仕事、恋愛、夢を追う、何をするにしても、何に没頭したとしても心と体の健康が一番だということです。僕たちが世の中の方たちの多くが抱えている心や体の悩みを根本的に解決する商品を開発いたしました。それが心も体も整える手間いらずの健康習慣、心、体、そう、ここからキッチンです。サプリ、スキンケア、プロテインなど様々な案は出てきました。ですがどれも表面上的なもので、もっと根本的に解決できるものはないかと探し続けました。その結果、腸活と出会ったんです。体臭、肌荒れ、低代謝、さらには精神の不安定まで、こんな腸とは無縁のようなトラブルが実は腸から来ていると知って皆さんびっくりしませんか？ですが安心してください。腸活を行って体の土台さえ整えてしまえば、今のようなトラブルは根本的に解決ができるんです。そんな内面から整えていける、そんな素晴らしい腸活を世の中に広めていきたい、そんな強い思いで事業を立案しました。どうぞお召し上がりくださいませ。お出しさせていただいたものが、開発しております、豆乳ベース、こちらマイルドで朝に、食べていただきたいものです。でもう一つがキムチベースで、こちらが味がしっかりしていて夜に食べても大満足の一品になっています。そしてこちらの栄養バランスですね、豆乳の方に関しては美肌効果、キムチの方に関してはダイエット効果、目的別に栄養素のバランスを整えて配合しております。こちらのパッケージも一緒にご覧いただきたいんですけれども、こちらが SNS 映えするようなパッケージを意識して私の方で作らせていただきました。まあ、思わず、蓋の方を見ていただきたいんですけれども、俯瞰絵で写真を撮ってインスタとかに上げたくなりませんか？まあこういった仕掛けをすることで、自分たちの力で継続的にプロモーションを行うことで、しっかりとフォロワーさんだったりとかファンをつかむ、こういったところも意識しております。さらにですね、
フィットネス、美容、睡眠の領域においても商品提供×サポートサービスというビジネスモデルを構築し、売上高全体で200億円規模の事業グループを作っていきます。ご出資していただきたい金額は5000万円です。資金の使い道としては在庫管理やサポートサービスの構築、そのようなことに当てさせていただきます。僕たちの強みはチーム力です。たとえ一人一人の能力が劣っている部分があったとしても、僕たちは一人一人の強みを最大限に生かし、どんな逆境にも屈せず乗り越えていくチームです。僕たちはここに至るまでにたくさんの困難がありました。最初は誰一人として、鈴木の言葉が投資家たちを魅了する。自身の思い、そして叶えたい夢を持ってこの場所に来たからです。そんな中で事業を立ち上げていく中で、チームメンバーのシャッフルであったり、新メンバーの加入、そして残り1ヶ月半となっての事業の変更と、たくさんの試練がありました。そんな中で僕たちは一人一人が助け合うことの大切さ、そして人を助ける大切さ、人を助けてもらった時のありがたみ、そんなことをたくさん実感してきました。そんな僕たちだからこそ、人に寄り添える会社を作っていきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんか単純に驚きましたね。こうプレゼンのうまさというか、最初に見た頃と全然違ってて、まあ、本当にこう3ヶ月間ですごい、なんていうかな、いろんな経験をしたんだろうなっていうのが分かる、プレゼンでした。すごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃうまかったですね。これ他の味も同じようなクオリティなんですか？はい、はい、もちろんです。プレゼンは本当に素晴らしかったですね。私も見てちょっと泣きそうになるぐらいちょっとびっくりしました。本当に鈴木くんすごいね。よく頑張ったね。ありがとうございます。なんか3ヶ月の成長がものすごい感動を呼びました。本当に1回目のプレゼンですごい悔しい思いをしたので、そこをずっと意識してきました。いや、もうそこから見させてもらってるんで、本当にもうサブイボが出ました。ありがとうございます。ありがとうございました。チームだった。いや、そうだね、素晴らしかった。小声、小声ですごい、ごめん、まだちょっと安心はできない。ケイタがここまでハードルを超えたわけじゃん。いや、うん、それ小声くんがさ、もうできるのをさらに上に持っていくのは相当辛い、うん、そうだね。始まって終わるじゃん。やばくない？今日で終わりだよ。終わっちゃいたくない。ね、終わりたくない。終わりたくない。人生が変わる瞬間ってそんなにたくさんないじゃん。うん、そんな一回だと思うと緊張する。意外とそんな場面ってないよ、うん、ない、うん、
チームブルーのプレゼンが始まる。ってことはもうこっちか。さあ続いてチームブルーの登場です。どうぞ。準備の方は整いましたか？大丈夫ですか？はい、それではチームブルーのプレゼンスタートです。はい、まず最初に皆さんにお伝えさせてください。どうしてあのタイミングでボディーソープから変更したのか、僕の気持ちをお話しさせてください。もしボディーソープを続けていたとしても、きっとこの場でいい商品お見せできたと思います。しかしボディーソープだと見えて10億、そこで僕はすごく葛藤しました。本当にこの番組でボディーソープをやるのか、やる価値があるのか、覚えてますか？ヒカルさん、ミクルさん、オーディションの時僕は言いました。100億の事業を作りたい。しかしボディーソープでそれを実現するのはすごく難しい。だから僕は、いや僕たちは今までにない家電 D2C ブランドをやることにしました。この番組でやる以上、大きく成功して次のチャレンジャーにつなげたい。そのために大きなリスクを取ってでも僕たちはピボットすることにしました。今までにない家電 D2C ブランド、カドレです。家電の市場規模はボディーソープと比べて100倍のなんと7兆円もあります。携帯といえば iPhone、 コーヒーといえばスターバックス、家電といえばカドレという信頼できるブランドを作ります。ではなぜ今まで家電の決定版がなかったのか。それは家電業界の闇が大きく3つあるからです。1つ目、選択肢が多すぎる。どのメーカーからもたくさんの商品が出ていて、実際皆さんこの中から自分にとってベストの商品選ぶことできますか？僕自身家電量販店行った時にすごいストレスを感じました。2つ目は多機能すぎる。実際家にある電子レンジの機能、一体いくつ使っていますか？ 2、3個しか使ってない、そんな人多いのではないでしょうか。そして最後、無駄なコストを消費者が負担しているんです。広告費だけでなく、家電量販店の販促支援金や売れない商品の在庫処分費、これらが上乗せされているんです。これらを解決するために僕たちは決定版を作り、家電業界の常識を覆します。僕たちカドレが約束できることは3つあります。本物の品質、 D2C だからこそできる最適な価格、そして見た目だけじゃないプラスワンの機能を備えた革新的なデザイン。そんな僕たちが自信を持ってお届けするカドレの第1弾、その名もベストドライヤー。どうしてドライヤーなのか、まずは皆さんにカドレを体感していただきたい。この会場にいる皆さん、一人暮らしもカップルも家族と暮らしている方も、皆さんが必ず持っているもの、それがドライヤーです。このベストドライヤー、強み3つあります。1つ目は何といってもこのコンパクトさ。実は今プレゼンしながらポケットに入れていたんです。このコンパクトさ、ポケットにも入ります。限られた洗面台のスペースにも収納できる上に、こちらのペットボトルと同じぐらいの重さ、従来の半分の軽さを実現したカドレは旅行先までお供します。そして2つ目は圧倒的な風量です。こちらをご覧ください。強い風量だけのドライヤーは今までありました。しかし今回、これだけ軽いのに強い風量という、従来矛盾していたことを超小型の最新軽量モーターを搭載することで実現しました。そして最後、僕たちは機能についても徹底的にこだわりました。強い風量であれば早く乾きますが、水分も同時に奪ってしまいます。今回、髪の毛に潤いを与えるマイナス4、そして遠赤外線を超えた超遠赤外線、これらをダブルで搭載することで、強い風量でありながら水分も適切に保ち続けてくれるんです。これだけの機能を備えて価格はなんと36,000円。他社高級ドライヤーと比較しても安く、この価格は正直僕たちでなければ実現不可能と言っていいでしょう。この価格が
十分ご満足いただけることを皆様にこれからお見せしたいと思います。実演の準備をしている間にこちらをご覧ください。カドレは他社製品と比べてもこれら全てにおいて勝っております。皆様から見て左側が通常のドライヤー、右側がカドレのドライヤーで濡れた髪を乾かしていきます。それでは実演お願いいたします。ここで先ほどお伝えしたカドレの性能を詳しくご説明いたします。空気中の酸素や窒素を分解し水分をマイナスイオンへ変化させます。このマイナスイオンを含んだ風を送ることで髪の毛に理想的な潤いを与えます。また超遠赤外線によって毛髪表面の水分を細かく分解させ、微粒子化された水分が表面にとどまることなく毛髪内部まで浸透します。そして毛髪内部のタンパク質と結合することで理想的な潤いをキープし続けます。適度な水分量を保つことで過度にキューティクルを傷めず手触りの良い艶やかな指通りの髪へと導いてくれます。今回、実際に簡単に設定できる理想的なモードを3つ搭載しております。ビューティーモード、スカルプモード、ケアモードです。今回ブローの時に温風冷風をすぐに切り替えられるよう冷風ボタンを人差し指のところに配置し、プロの美容師にも愛用いただきやすい仕様となっております。さて乾いた髪に櫛を通していきましょう。カドレで乾かした方はこれだけ櫛通りがよく、続いて通常の方だと、まあ、引っかかってしまいます。ご覧いただいたようにこれだけ早く乾き、そして指通りも良くなるカドレの圧倒的な実力発揮されたかと思います。ドライヤーの売り上げ発売1年目にしてなんと10億円に達します。それを達成するためのマーケティングです。まず1つ目、僕たちはこれまでにないプロジェクトを立ち上げます。その名も10万人美髪プロジェクト。無料でカドレを使用してスタイリストがスタイリングするポップアップを定期的に実施していきます。そう、目の前のあなたの髪も美しく変身させます。ポップアップは遠くていけない、そんなあなたに朗報です。2週間3000円でお試しレンタルできる仕組みもご用意しております。また全国のホテルや宿泊施設にも設置し、仕事で疲れた夜やあなたが大切な人と過ごすひとときにカドレはあなたの髪を優しくケアします。皆さん実際に使用した生の声気になりますよね。実際の使用感をお届けするために SNS 投稿してくれる毎月一定数の方々にカドレを無料プレゼントいたします。ここまで来ても気になるけど手が出せない、そう思われる方のためにお試しレンタルのその先に借りてから購入できるという全く新しい買い方も検討しております。 YouTuber やインフルエンサーへのギフティング、コラボ、商品企画も練っております。まずはドライヤーから始まりますが、年間 2,3 プロダクトずつ作っていきます。そのためには皆様からの声が欠かせません。僕たちが掲げる究極の対話型 D2C、 ぜひご期待ください。そして当然ながら海外への展開も視野に入れています。みくるさんが海外で戦っていくように、僕たちも海外で一緒に戦っていきます。3年で100億目指すのではなく、僕たちは必ず達成します。この100億最速で達成するために、家電は最初の仕入れコストがめちゃくちゃかかる業界です。そのため今回お二人には調達希望金額6000万を希望いたします。よろしくお願いいたします。本当にこの3ヶ月非常にあっという間でめちゃくちゃ楽しい時間でした。本当にここに今こうして立ててるのも、ここにいる会場の皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。しかし正直ながら最初の頃は自分自身の経験を生かして、まあ、サポート役に徹せばいいかな、そんな風に思っていました。しかし今回チームシャッフルを経て、このメンバーと一緒にできることでもっと大きいことに挑戦できるんじゃないかという風に背中を任せられる安心感を覚え始めました。渡辺はいつだって事業に対してがむしゃらだし、事業推進ができる木下が加わったことでより家電ができるイメージが鮮明に湧きました。正直ボディーソープであればこの番組でなくても、そしてこのチームでなくてもきっと誰かがやるだろう。しかしこの番組でやる以上、みくるさん、ひかるさん、お二人とお二人がやらない領域でお二人ともっと大きいことに挑戦したい。この僕たちのチームとこれから世界で通用する、そしてすごい大きい、そんな業界、今回でいう家電、そこで挑戦していこうと思ってます。その覚悟を今持ってます。家電業界の新しい常識を作るカドレ、ご期待ください。ありがとうございました。
まあ、レッドもブルーもーなんかやっぱ良かったですね。普通に家電とか美容って本当にすごい難しいイメージはあって、まあ、でもこう成功した時の一発もあるし、まあ、すごいこう難しい領域ではあるんですけど、まあ、そこに挑戦したことっていうのはすごいなと思います。なんかとてもワクワクさせられるようなプレゼンでした。チームブルーの皆さんありがとうございました。続いて質疑応答になります。2年目3年目と売り上げが上がっていったと思うんですけど、それはどういう根拠でこれ上がっていくのかちょっと詳しく聞きたいですね。ドライヤーからまず始まるんですけども、この後複数プロダクトを考えてまして、それこそ冬シーズンに向けては加湿器出したいなとか、あとまあお二人っていうところのお客さんの属性を考えた時に、まあ、それこそ電動ヒゲ剃りとか、あと脱毛器とかもまあ考えております。そういうのを売り上げがどんどん積み重なっていくイメージで、2年目3年目から一気に加速していくようなイメージを持っております。でもヒゲ剃りはめちゃくちゃいいのだったら売れそうな気はしますね。僕とミクル君の視聴者だったら、シェービングクリームとセットでね、やっぱヒゲ剃りって本当に 2,3 年経ったらもう性能全然違うんで、やっぱり僕も買い替えてるんで、やっぱり定期的に本当にもう古いのだったらマジでなんか剃れないなってなるんで。ちなみに1年で10億っていうのは、ドライヤーだけでってことですよね。そうですね、はい。となると発売1年目から、はい、10億を、何個売れた計算なんですか。今回3万6000円の税込み3万9600円で、2万5000台売れると10億になります。なるほど、2万5000か、結構レベル高いですね。まあそうですね。これってなんかこう家電屋さんとかに置かれないんですよね。初期は置くつもりはないんですけど、まあ、どうしてもその今後展開していく、でかくしていくっていうタイミングで、まあ、家電量販店さんであり、それこそ海外展開していくってなった時に、まあ、向こうの企業との代理店契約みたいなのは、まあ、結ぶ必要がいずれ出てくるだろうなとは思ってます。ちなみにダイソンとかだと2年で45万台売れていて、あと復元ドライヤーっていう美容が好きな方だと知っているドライヤーだと1年目で5万台売れてるんですね。ですのでカドレの2万5000台は難しい目標というよりは必達の目標で置いてはいます。ガチな話、このカドレレベルのドライヤーってその辺で買ったらいくらぐらいなんですか。めちゃくちゃいいって言われてるドライヤーがあって、それが今業界で、税込み8万ぐらいですか、ね、それと同じ機能プラスこの風量の強さと軽さを備えているので本当に機能としてはもう十分なんですよ。どう広まっていくかイメージなんですか、これって。こうそのさっき そのなんか美容師のなんか10万人の美髪なんちゃらみたいな、それがなんか今ちょっとどんな感じなのかよく分かんないんですけど、これ実際どういう感じでこれってやるんですかね。これは初期は渋谷でポップアップを開催しようと思ってまして、それこそ本当に採択されて、もしお二人が可能なのであればぜひいらしていただいて、まあ、イベントを打つところからまず始めて、はい、で全国で定期的にいろんなところで本当にまずはカドレを知ってほしいっていうところで主要都市圏にポップアップを開いて、まずはカドレでブローしてっていうことをやっていこうと思ってます。ブローを無料でやってくれる。そうです。それで欲しい人は買ってくださいってことですか。そうです。でももう体験できる場所ってことですね。体験できる場所ですね。なんかもうデート前だったりとかお出かけ前にフラッと寄っていただいて、ヘアセットをカドレを使ってしていただけるみたいな空間を作ろうかなって思ってます。あとはそれを知ってもらえるかっていう。おっしゃる通りです。それがなんか本当にこの番組でやる意義かなというふうに思ってます。ちなみにドライヤーちょっと持ってみたいんですけど、はい、今発売を一応11月を予定してまして、今まだ中国と改良中で、今まずバージョン1っていうところで、もう少し改良していこうかなとは思ってます。あの裏側が開いてるのがすごいですよね。あの普通モーターが入ってそうなところが。これは何のために開いてるんですか。デザイン性なだけ。壁掛けもできたりするんです。壁に掛けれる。はい、ほう。本来ここにモーターがついてるのが普通だと思うんですけど、うん、それを、ね、そうです。それをあの小さい小型モーターを搭載したことによってそこのデザインを変えられる。でも風量がすごいんだ。あ、そうです、そうです。へー、かっこいい。へえ、軽いですよね。すごい、うん、女子って髪の毛が長いから、はい、ずっと持ってると腕がしんどくなるんですよ。まあ、あと収納できるっていうのは結構やっぱでかいですね。実際おしゃれじゃない。そう、すごい。これ色は展開していくんでしたっけ。いろんな色は今まさに本当中国のところと話してる最中なんですけども、まあ、初期で白と一緒に同時販売をしようかなというふうに今検討してます。いいっすね。まあ、確かレンタルだったら確かにな、か全然おりそうな気すんねんな。すごい、私はめちゃくちゃ興味があります。あのデザインもかっこいいし、なんだろうな、
あの黒っていう色、黒グレー、ああいう質感のドライも私実は探してたので、すごいあの理想というかかっこよくて、ちょっとそのドライヤーはすごく楽しみです。本当に見た目がかっこよくて、いやドライヤーってこんなかっこいいのなくない？うん、まあ少ないですね、まあね、はい、まあ、めっちゃ種類多いですからねドライヤーも本当に、ね、これってあの線の部分ってもっと細くできないですか？あ、今改良していてこれよりさらに細くなる予定です。あ、ですよね、はい、ちょっと今これ試作機なので、はい、一回りぐらい細くなります。なんかすごい本体はめっちゃ良かったけど、ちょっと線が重いなっていうのは、はい、重いっていうかなんか太いなっていうのは感じたんで、はい、もっと細かったらもっといいなって思いました。はい、ありがとうございます。女性の黒っていいですか？いや全然、私も今全部黒にしてる家電、坂下さんがじゃなくて私が家電黒、まあ、白とかピンク売れてるイメージですけどね、女性は。それじゃあ10代、20代だ。あ、なるほど。もう40オーバー黒。チームブルーの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。控室で少しお待ちください。難しいっすね。ねえ、どっちにもなんか気持ちが入るか、全然違うんでね、やっぱりなんか比べるのも難しいものを比べようとしてるじゃないですか。なんか本当にもう競技が違うじゃないですか。もう全然、全然両方良かった。いや本当にそうなんですよね。どちらかが地獄を見ると、全て失うわけですもん ねどっちも続けたいですよ、ここまでやってきて。いや本当すごい仕上がってますもん。本当ね、でも番組としてはね、どっちか決めないといけないんでね。なんか一旦これなんかトイレ休憩とかで考えるみたいな時間か。そうですね、あの競技時間をこの後お二人で取ってもらって、うん、はい、まあ、一回だから僕とミクル君が本当にこの授業でお互いどっちもの授業でやるって考えて想定してシミュレーションしてやった方がいいですね。僕だから、うん、僕ら二人が加わるってことなんで授業に、うん、その YouTube の撮りやすさとか宣伝のしやすさとか企画も考えた時に、はい、まあ、年間通してやりやすい方とかも、まあ、そこで探っていきたいっていう感はありますね、やっぱ、うん、やっぱ結局宣伝が大事だと思うんですよ。いやどっちも物はいいと思うんですよ、うん、あとはやっぱこう広めるのが難しい方がやっぱしんどいんですよね、うん、実際、うんうん、いやでも難しいなこれ。めっちゃ難しいですね。でもとんでもない成長度合いでしたね、特にレッド、そのプレゼンにおいて、うん、確かに。でも成功してくれないとやっぱ起業を目指したなんかもただの物語で終わっちゃうから、実際成功してほしいとして、うん、こう視聴者の人も手軽に買いやすいのは明らかに、うん、腸活、うん、一食ぐらいだったら頼んでみようかなっていう人はめちゃくちゃいそう、腸活スープは、うん、ただなんか売り上げが高いのはやっぱドライヤーの方かなって、うん、まあ一発がね全然違いますからね、うん、1つで100人分ぐらいの売り上げなんで。ヒカルと朝倉が下す決断は、勝利をその手につかむのは果たして。
ようやく結論が出た。会場に呼び出されるメンバーたち。お二人迷いましたか？まあそうですね、正直入ってからもみくる君ともかなり僕ら二人だけでも空気重くて、なんかこう本当に難しいというか決めたくないというかあんまり、なんかこう、すごいしんどかったですね、決めてる方も、はい、やっぱ僕たちの意見によってあの皆さんの人生が大きく変わるんじゃないかなと思っているので、まあ、すごく僕たちも悩みましたけど、まあ、やっぱどちらか出さないといけないんで、はい、決めました。僕たちが出した結果は、チームブルーです。投資資金を獲得したのはチームブルー、皆さんおめでとうございます。みくる君、投資を決めた理由は何だったんでしょうか、教えてください。まあ、そうですね、あの投資家として、ワクワクさせられたというところが大きかったのと、レッドもとても良かったんですけど、ちょっと価格帯だったり
がちょっと高くて現実的ではないのかなっていう点があって、まあ、ブルーにしました。まあそうですね、なんていうか、どんな言葉が適切か分かんないんですけど、まあ、正直すごい本当に悩みました。どっちかだけを選ぶっていうのが本当に苦しくて、でもどちらかを選ぶっていうのは絶対だったんで、僕は、まあ、最終的にはみくる君と意見は割れなかったんですけど、僕の決め手としては、やっぱりどっちが自分じゃできなくて、ワクワクするのか、その中で僕は選びました。どっちがいたもの大きいかって言われたら、まあ、僕は勝った方が大きいって最初言いましたけど、長い目で見たらこの負けが次の大きな勝ちを呼ぶと思うんで、それを心に留めてこの番組出て何かきっと変わったと思うんで、次の人生に生かしてほしいなと思います。お疲れ様でした。ノンタイトル、この1000万あなたならどう使う、見事投資資金を獲得いたしましたチームブルーのメンバーにもう一度大きな拍手をお願いいたします。さあ、皆さん本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今シックスキューブが完成しました。勝利チームへ贈られる副賞の贈呈式に移らせていただきたいと思います。YU モバイル様より特別賞といたしまして、 YU モバイル10年間無料が贈られます。おめでとうございます。リレン様より特別賞としてシャンプーとボディーソープ1年分が贈られます。ありがとうございます。選択肢やらんでよかった。ローヤ様より希望のオフィス家具が贈られます。すごい。レノボ様より特別賞として PC の最新機種が贈られます。ありがとうございます。フォーブス様より特別賞として世界基準の経営者のみが取り上げられるグローバルビジネス誌フォーブスジャパンへの記事を掲載させていただきます。すごい。番組制作陣から特別賞といたしまして第13話特別編での商品宣伝をさせていただきます。渡辺さんと木下さんからも一言ずついただいてもいいですか。まずはやばい泣きそう。人生を変えるきっかけをくださって本当にありがとうございます。本当に今日でまた元の生活に戻るかもしれないし家電ができるかもしれないっていう、本当にこの場に立ててよかったです。で今日からスタート地点になるので本当に精一杯最後までやり抜きますので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。おめでとうございます。チームシャッフルがあってもともとこのチームでやっていくっていうはずじゃなかったのに結果こうなって、でも私目の前になんかこう出てきたチャンスをいかにつかめるかが本当に大事だと思っていて、こういうチャンスを与えてくださったこの番組だったりとか皆さんに本当に感謝していて、これからさらにまた次の段階に市場に戦っていくっていうのをこの3人とちゃんとやり遂げたいなって思います。ありがとうございました。まずは改めてありがとうございました。で、本当にここに至るまで早いようであっという間で、本当にいろんな人たちのもうご協力と、まあ、そもそもこの企画を主催されたお二人がいなかったらこうしてこの場に立っていられないっていうところで、本当にプレゼンめちゃくちゃ実は苦手で、もう最後までつきっきりで見てくれた、まあ、2人と、まあ、そしてすごい最後フィードバックずっとくださった青木さんと
感謝の気持ちを込めて、そして改めてここがスタートだと思うんで、気を引き締めていいプロダクト作ってまいりますので、皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあチームレッドリーダー鈴木さん、一言もらってもいいでしょうか。一番はその、まあ、リーダーとしての力量という部分で差が出てしまって、作ってきた商品としては全然戦えると思っていて、最後の、分かれ目のところでは人としての差が出てしまったことを、リーダーを任せてくれたチームメンバーに本当に申し訳ない気持ちでしかないです。それではお二人からちょっとお祝いの言葉をいただきたいと思います。ミクル君お願いします。あ、改めておめでとうございます。ありがとうございます。いやなんかね、3ヶ月間、ね、見させてもらって、うん、なんかこうして今ようやく世界戦があって、まあ、僕ら投資家として、まあ、一緒のチームになるということなんで、なんか僕たち2人が入ってさらに強力になると思うし、まあ、いろいろ相談もしてもらえたらなと思ってます。お願いします。よろしくお願いします。まあここからね、スタートで、まあ、僕としては、まあ、さっき言ったようにチームになるんで、まあ、ガンガン頼ってもらってもいいですし、僕たちの影響力を利用してもらってもいいですし、なんかこういう時に使いたいってなったら、言ってくれれば、まあ、動けたりもするでしょうし、僕たち YouTube っていう媒体を持ってるんで、そこを使ってこの家電をどう宣伝していくのか、でどんな家電を作るのかっていうのも今後ね、ミーティング重ねて、より強固なものを作って、やっぱ負けたレッドチームのためにも、僕たちは成功するべきで、それぐらいの気持ちで、ブルーチームと関わっていきたいなと思ってます。やっぱりこうノンタイトルの、まあ、一期生みたいになるんで、まあ、ここで成功しないと、うん、ノンタイトル第2期第3期もこけちゃうと思うし、夢がないし、はい、やっぱりこれからは本当に同じステージで、一緒に事業をしていきましょう。これからよろしくお願いします。おめでとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。改めてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張ったね。すごい。やばい。嬉しい。いやー、めっちゃ嬉しい。よかった。よかった。
めちゃんはずっといつでもなんかねちゃんともう次のこと次のこと予想してやってくれてたし、いやいや俺もねちょっと思い出しながら、マリアちゃんはたまに煽ってくるけど、だって本気で一番いいもの作ろうとしてるのがやっぱマリアちゃんだったし、いやこの期待に応えなきゃいけないし、マジで勝たなきゃいけないっていう、かけがえのない3ヶ月が終わる。なんとリデンから薬用ボディーソープが発売されることになりました。ぜひチェックしてみてください。泡切れがいいのにお風呂上がりはしっとりの新感覚を追求したボディーソープです。夏場の汗臭さや背中ニキビなどが気になる方におすすめ。香りも甘い香りではなくすっきりした柑橘の香り。棒読みすぎでしょ。まずはね、リデンの会員限定で販売を開始した後に一般販売開始されるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。お疲れ様。お疲れ様です。今日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後、最初と同じように我々の方から食事を用意しましたので、みんなで晩餐をして気持ちよく終わりにしようか。乾杯。はい、お疲れ様でした。3ヶ月ですけど、この番組を通して新しい学びと絆といろいろ経験を得たと思います。みんなを僕が成長させようと思ってたんですけど、なんか僕が成長させられたなっていう感じに、本当に本当に僕が一番成長させてもらったし、ありがとうって言いたいかな、うん、僕はひとまずここで退散します。あとはみんなで素敵な夜を過ごしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなで晩餐して、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、初めの時を思い出すね。こんな感じだったよね、来た時。確かに。飲んでください。ありがとう、うん、取り分けるか。いや、やっぱり短い期間の中でさ、なんだろう、戦わないといけなかったから、まあまあそうだ、仲良くなりたかったけどその時間と気持ちが追いつかなかったっていう。じゃあ今仲良くなりだ。え、今今、ね、そうね、も俺も途中参戦で、なんだろう、マリアちゃんとはね最初一緒にやれたからあれだけど、なべちゃんと浩平くんも、もっと関われればよかったなって。でもなべちゃんね、明るく最初受け入れてくれたから、最初しか絡めなかった、あんまり。確かに、ね、あの鍋のくだりね。あ、そう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 、確かにあったね、うん、あ、そうか。進展はないです。それはなんかもうめっちゃ何もできひんのに、みんな優しく接してくれて本当に感謝してます。こういうの本当無理なの。なんか本当にみんなこんな私でも見せず接してくれて本当にありがとうっていう気持ちです。この3ヶ月多分みんながいたから最後デモデーのステージに立てたなっていうのは本当思ってるんで、本当ありがとうございます。なんか実感が湧かないって感じかな、うん、さっき終わって今集まって、本当に明日みんなとバイバイするんだっていうのが今一番強くて、それこそやっぱレッドのみんなとは全然時間を一緒に過ごせなかったから、なんかもっと仲良くなりたいというか、もっと知りたいし、もっと関わってたかったなっていう部分もあり。おめでとうございます、社長。いや、ありがとう、マジで。おめでとうございます。ありがとう。これからもう展望は見えてるんですか。もう本当にでもやらなきゃいけないことをしっかりやっていくっていう、はいはい、まずは発売に向けてね、はい、っていうところだし、もう本当にそろそろ次のプロダクト、第2弾のプロダクトとかも、まあ、練って向こうとやり取りし始めようかなと思ってるから、はい、こっからだね本当に。すごいな。いやでも本当に、まあ、この番組で選ばれた以上もそうだし、やっぱ勝った以上本当にいい事業を作って、ね、
やっていかないと恥ずかしすぎるから、ちゃんといい授業作っていきます。頼む、頑張ってください、ね、頑張ってください。いやありがとう。いや、番組もいよいよ終わりになってきました。本当にお二方ありがとうございました。ありがとうございました。これでも加瀬島さんとの縁も切れるっていうわけですか。僕たちは、いや、そんなことはないです。ないですか、はい、第2シーズンも。お、第2シーズンやられるんですか。もうやりたいですね、気持ち的には。はい、そうですね、皆さんバズってますもんね。はい、加瀬島師匠のもう、はい、私も一視聴者として、はい、楽しんでおります。汗すごいですね。あ、シャフですまあ、僕たちも Y モバイルのことはなんとなく分かりました。今回こう話聞いてる中で、はい、まあ、でも本当にこう自信持たれてるんだなっていうのが伝わってくるんで、すごいいいサービスだと思うんで、今後もまあちょっと宣伝していけたらなと思います。ぜひお得なキャンペーンやっておりますので、これを見た視聴者の方々ぜひ、はい、よろしくお願いしたいと思います。占領したっていいのかな。みんななんか懐かしいね。本当だよ。中庭ね、いろんなトラブルが起きる場所じゃない。そうなんだよ。ここプラス青木さん来たら終わり。終わり。今日はいい感じで終わるかな。いやー、なんかまだ終わりの感じがしないわ。やりきったはやりきったけど。やりきったはやりきったけどね、気持ちがまだ追いつかない ね。ね、まだそこまで考えなくて。気持ちが。おはよう。おはよう。おはよう。お疲れ様です。8人揃うの久々だね。確かに1ヶ月ぐらい揃ってなかった。要所要所は覚えてんだけど、でも俺結構あれなんだよね、もう本当になんか結構覚えてないというか、怒涛すぎて。確かに。マリアちゃん俺のこと嫌いだった。え、だから3週間ペアもう大好きだよ。今大好き。3週間ありました。私ちょっと2つね、謝りたいことがあるの。まずはサータンなんだけど、うん、あのチームブルーでさ、サータンが私たちがちょっと言いづらい雰囲気を出してたって言ってたのが、まあ、少なからずこの2人とシャッフルしてチームになった時にすごい言いづらさを感じたの。でその時に、あ、サータンはこうやって思って言いづらかったんだなっていうのを感じて、うん、本当にごめん。で、もう一つやっぱニコちゃん、うん、まあなんかあそこミッション落ちちゃって、うん、結構ピリピリした中でああいう風に喋っちゃってごめんなさい。いや、まあ、それで言うとね、私たちも調子にね乗っちゃってたからね、うん、そこは申し訳ないっていうのと。ケイタはどうなの実際。ずっと一人でやってきて、なんか人とやるっていうのが初めてだったんで、うん、一番、うん、人のありがたみというか、一人でできないことが多いってことを改めて感じました。浩平くんにもいろいろそのリーダーとしてのことを何回もアドバイスもらって、まあ少しは成長できました。ありがとうございます。こちらこそ。俺もケイタから学ぶことはたくさんあった。ほんと俺ら結構3人でブルーで話してて、はい、やっぱケイタいいよねみたいな話をねめっちゃしてたんよ。ほんとですか。ほんとほんとに、まあ、一番浩平くんとね一緒にビジネス違うチームだったから考えられなかったけど、まあ、同じ実業家としてなんか真剣に考える時間があったらよかったなと思いつつ、ね、いやでも松田君結構ちょこちょこ喋ってたじゃん。まあそうだね。だからめっちゃ楽しかったしね。まあ今回はね違うチームだから混じり合う世界線はなかったけど、うん、まあ、どっかのタイミングで何かが ね一緒にできたらいいなっていうのは本当に。確かに、うん、やりたい。頑張ってね。なんかせっかく一緒になったからね、うん、今後もどっかで繋がってたらいいな。いや本当に。サータンもよ。はい。浩平と鍋ちゃんには本当に勝手なことばっかり言ってごめんなさい。全然。全然ですよ。みんながみんなやっぱ本気でやってたからこそね、いろいろ出たものだったし、うん、いやでもマジで振り返ると感慨深いよね。本当にそう。あのデモで終わった時にチームレッドとしても言えなかったんだけど、ブルーにはちょっと改めてあのおめでとうございます。本当に、
めでとう。頑張ってマジで頑張ってください。レッドの分も背負って、ね、頑張っていきましょう。頑張りましょう。じゃあそろそろですね。もう時間、うん、そんな時間も行きますか。ケイタちょっとまたありがとう。ありがとう本当に。ありがとうございます。頑張って。ありがとう。またね。またね。また会おう。バイバイ。ありがとう。バイバイ。頑張って。ない。ありがとう。ケイタがやっぱ最後自分で紡いだあの言葉、僕たちはチームですっていうところがやっぱり、まあ、そこで、まあ、やっぱりケイタをリーダーにして間違ってなかったってみんな思ったと思う。改めて。逆にケイタしかこのチームは引っ張れなかったから、ね、俺はまだ3ヶ月間後悔ないからさ、うん、ここでは負けたけどさ、うん、勝ちたいよ。いや絶対になんかここでは負けたけどね、うん、なんか自分たちで作ったのが勝てたらいい。何より最後のプレゼンがマジでよかった。間違いない。マジでもうみんなのおかげでしかない。絶対勝ってると思う、うん、本当に、うん、行きますわ。みんなありがとうね。ありがとう。じゃあね、先にまたありがとう。ありがとう。はい。あ、楽しい。リコちゃんありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。バイバイ。行きますね。頑張れよ。ラクラク。ありがとう。頑張ってね。はい。ありがとう。ありがとう。引っ張ってくれたもん、本当にありがとう。助けてくれてありがとう。マジでいつも頑張って。ありがとうございます。またありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあね。寂しい。やばいね、こういうのって、ね、頑張ってマジで。うん、ケイタもありがとう。ありがとう。また一緒に走ろうね。ありがとう。ありがとう。またね。どうぞ。またね。気をつけて。じゃあね。ありがとう。またね。またね。ありがとう。ありがとう。ついに俺らか。ついに。いやマジケイタと1日目喧嘩したもんな。喧嘩か。覚えてる？覚えてますよ。本当に多分俺はケイタがいなかったらこの日まで自分がいなかったと思う。今も。本当に。俺もそれは思ってるから。ありがとう。改めてになるとなんか照れくさいな。いやでもマジでそうだよな。俺もそろそろ行くわ。マジでありがとう大輝。ありがとう。ありがとう。でかい。頑張って。また頑張ろう。また大きい舞台でね会おう。またね。ありがとう。ありがとう。またね。ありがとう。ありがとう。もう一回来ねえかな誰か。来るわけねえか。ああ。じゃあなんかちっちゃいな。俺がでかくなったんかもしれない。ありがとうございました。最後に、ノンタイトルをご視聴の皆さんに大きなお知らせがあります。なんとノンタイトルシーズン2の制作が決定しました。おお、すごい来ましたね。やっちゃいます。
まあ、すごい反響だったんでね、はい、たくさんの、ね、スポンサーの方々のおかげで、番組が成り立ったんですけど、第2シーズンもっと、ね、規模をでかくやりたいと思ってますんで、概要欄から募集しますのでぜひお願いします。お願いします。でメンバーの募集も、追って詳細出しますんでぜひぜひ応募お願いします。ノンタイトルシーズン2制作決定。